ベレンガーリオ二世は、イタリア王、リブレア編教博。ベレンガーリオ二世リブレアと呼ばれる。リブレア編教博アダルベルト1世と、イタリア王ベレンガーリオ1世の娘ジゼラとの息子。950年のロターリオ2世の死去により、息子のアダルベルト2世と共に、イタリア王として退官した。前王を毒殺した容疑により彼らの政治的地位は弱体化しており、 そのためベレンガーリオは、ロターリオの未亡人ブルグンとのアーデルハイトに、アダルベルトとの結婚を強制し、正当性を強化することにした。ゲルマニアでは、三脱に対する非難が起こり、これが東フランク王、オットーの介入の原因となった。この介入により、ベレンガーリオ親子は逃亡し、オットーは、フランクとイタリキの王の称号を受けた。そのことは、 彼がイタリア王位の正式な授与を要求する前兆となった。その後、二人の偏京迫は952年に王位継承をオットーに確認するなどの合意を取り付けた。彼らの態度と政治的行動は、封建領主たちや聖職者たちから不満を引き起こし、何度も東フランク王の介入を求めたが、それが実現したのはオットーの息子。 リュードルフによる956年から957年の一度記事であった。そしてアンスカリケの多いとイタリアでの権力の確認を合意することにより集結した。続いてベレンガーリオは強行領に対し攻撃的な政治を行い、ヨハネス12世は夫にイタリアへの三度目の侵攻を要求した。ベレンガーリオの軍は戦闘を拒み、不死に、 サンレーオの要塞に牢情することを強いた。オットーは彼を正式に廃位し、ヨハネス十二世により、ローマ皇帝の冠を授けられた。963年にサンレーオが落城し、ベレンガーリオは捕まり、バンベルクへ妻ウィラと共に追放された。トスカーナ辺境博坊その娘ウィラとの間に、以下の子女がいる。ありがとうございます。